はい、それではですね、こちらで今からですね、大学の写真をですね、いくつかご紹介したいと思います。まあ、私が思いですね、海外留学するということを考えるのであれば、ぜひキャンパスビジットをしていただければなというふうに思うんですね。まあ、皆さん、時間も費用もやっぱりいろいろかかるので、そんな簡単ではないと思うんですけれども、まあ、例えば友達と旅行行った時とか、まあ、それから出張行った時とかですね、時間があればぜひキャンパス訪れてみてもらいたいなと思います。まあ、特に本当に迷ってここの大学にしようかどうしようかというようなものがあれば、一回見ていただくのがいいのかなというふうに思いますね。というようなのはですね、やっぱり大学の留学ということになると、本当にこれからの人生を変える非常に大きなイベントになりますよね。まあ、そこで、まあ、住む都市、それから国っていうのもやっぱり非常に大切になってくるんですね。まあ、そこで1年、2年、まあ、場合によっては4年と、それ以上というような形で生活するわけになりますので、やっぱ環境というのは非常に大切だと思います。まあ、大学も大切ですけども、まあ、それだけで選ぶんじゃなくて、まあ、ブランドとかそういうので選ぶんじゃなくて、やっぱり住むところ、どういったところなのか、自分に合った街なのかどうなのかっていうことを考えて選ぶのが非常にいいかなと思いますね。ということで、今回ですね、まあ、私このビジネスを始めてからですね、いくつかの大学もいろいろ見てきました。アメリカとか、イギリス、オーストラリア、とかいろいろですね。というところで、今回私が行った大学いくつかですね、ちょっとここでご紹介、写真を見ながらご紹介したいというふうに思います。ですね、まあ、まずはですね、じゃあこちらで、見ていくと、どこかにしましょうかね。アメリカからちょっとご紹介しますかね。まあ、実はアメリカそんな行ってないんですけど、とは言いながらですね、カリフォルニア大学ロサンゼルス校、UCLA ですね、ご紹介したいと思います。まあ、非常に名前は聞いたことあると思いますよね。非常に有名な大学ですからね、世界的に。こちら、UCLA ですけれども、ロサンゼルスの、まあ、街中から車で30分、まあ、1時間弱ですかね、のところに北にですね、住むとあるんですけれども、非常に郊外にあって大きなキャンパスですね。これ全部UCLA のキャンパス内というところで、撮ってきました。天気も非常にいいですね。やっぱカリフォルニアというと天気がいいというようなのが非常に特徴的で、これは3月の末なんですけれども、もう皆さん半袖着て本当にもう夏のような感じの気候と、まあ真夏のような暑さもなく、非常にまあ涼しい感じで、まあ夏の陽気というような感じですかね。まあこんな非常にこう、なんていうんですかね、昔、私も本当に高校とか、それぐらいの時、アメリカの大学に留学してですね、こういったキャンパスを歩きたいなと思ったんですけど、まさにその本当にザ・アメリカというようなアメリカのキャンパスのものという感じですね。天気も良くて広々としていて、建物も欧米風というか、まあ、日本にはないような、建物ということで、こう広々として、これなんかいいですね。これもキャンパスですよ。キャンパスの中バーッとこう見渡した感じのところ。非常にこう綺麗な風景というところですね。まあ、特に UCLA なんていうと世界トップクラスの大学なので、非常にこう勉強もハードなんですけれども、まあ、そういった中ですね、ちょっと息抜きにこんな感じでこう散歩して綺麗な景色を見るというのは非常にいいんじゃないかなというふうに思いますね。この建物なんか本当に綺麗ですよね。こういったところどうですか？こう歩いてみたいと思いませんかね？学生として。本当に一生に一度というか、いい思い出になると思いますよ。まあ思い出というか、まあ勉強しに行くわけですけれども。これ、学食ですかね。学食というか、UCLA の中にあるレストランで、食べたものになりますけど。こんな感じですね。本当にこう綺麗ですね。
こんな感じでですね、行きまして、実はですね、この日ですね、野球見に行きましたよ。アナハイム、スタジアムですね、ロサンゼルスの、エンジェルスのスタジアム。今ですね、大谷選手が、まあ、ここでやってますけれども、まあ、ここはそんな、UCLA からそんな近くはないんですけどね、車でまた、南に1時間ちょっと、1時間以上かかったかな、それぐらいとこの、あるアナハイムスタジアムで、野球見てきました。外野席でしたけど。ちょっとこんな。ここは私の席からはこんな感じで見たんですね。非常にいいですね。野球好きにとってはたまんないと思いますね。ロサンゼルスいいですね。アナハイムスタジアムがあって、あとドジャースタジアムもありますからね。ロサンゼルス、ドジャースとアナハイムエンジェルス。まあ、両方のこう試合を、まあ、両方こう見ることができると思いますね。まあ、この辺、ロサンゼルス近郊に住めば。全然生活圏内ですからね。まあ、車は必要ですが、まあ、車持っていけば、まあ、1時間以内で、回れますから、非常にいいと思いますね。これで、まあ、大学とは全然違いますけど、外野席のところにこんな、こう、オブジェクトみたいのがあって、なんかこう、ガーデンっぽい感じの。ホームランを打つと、花火が出ましたね。まあ、そんな感じのところ。はい、これが、まあ、一つ UCLA ですね。はい、あとは、イギリス見ましょうかね。イギリス。まあ、いくつかありますけど、まあ、有名なところで言うと、オックスフォード大学とか。はい。オックスフォード大学はですね、まあ、UCLA とか、まあ、日本の大学もそうですけど、そんな感じで、なんていうんですか、キャンパス、こう、柵に囲まれてキャンパスがあるというわけではなくて、オックスフォードという街の中、そのものがですね、大学というような感じで、実は実態というか、オックスフォード大学という、こう、実態はないんですね。まあ、表現が正しいかどうかわかんないんですけど、まあ、要は、オックスフォード大学に、まあ、約30ぐらいのカレッジがあって、例えば、マートンカレッジとか、クライストチャーチカレッジとか、リンカーンカレッジとか、それぞれのカレッジがあって、その集合体をオックスフォード大学っていうんですね。なので、まあ、実態はないというか、それぞれのオックスフォードなの大学の中の、まあ、何かしらのカレッジにまあ属するという形になるという感じですね。で、ちなみにこれがですね、オックスフォード大学の、まあ、共通の、図書館ですかね。ラドクリフカメラという非常に有名な建物になります。学生しか入れない、この、図書館ですね。ラドクリフカメラって言いますね。これはオックスフォード街をこう、もう本当に街の中に、いろんなこう、カレッジが点在してるんですね。必ずどっかのカレッジに当たるというような感じで、これはクライストチャーチカレッジ、クライストチャーチカレッジですね。オックスフォード大学のクライストチャーチカレッジ。そうですね。まあ、天気は良かったですね。まあ、あんまりイギリスは天気が良くないことも多いんですけど、これはまた別の、これはマートンカレッジですね。オックスフォード大学の中のマートンカレッジ。皇太子殿下が、お若い頃に勉強された、カレッジになります。ここで勉強されてるんです。されたんですね。本当にこれ、ガーデン、イングリッシュガーデンというような感じですよね。綺麗なマートンカレッジです。はい。それからですね、まあ、これもまた別のカレッジですね。名前忘れちゃいましたけど、先ほどのラドクリフカメラがこれ。で、こういったこう庭のような感じの、綺麗な感じ。で、これがですね、またこれもまた別のカレッジになります。すぐ近くにあるんですけど、ここはですね、雅子妃殿、雅子さん、
雅子様が、勉強された、若い頃勉強された、外務省にいられる時にですね、留学して勉強されたところになりますね。っていうような、本当に綺麗な、感じのところ。これが、オックスフォードになります。次はですね、じゃあ、このケンブリッジ大学いきますかね。ケンブリッジ大学も、オックスフォード大学と同じように、ケンブリッジという街の中にいろんな、こう、カレッジがあるんですね。で、これがですね、ジャッジビジネススクール。ビジネスを勉強する学生はここで学ぶことになります。ケンブリッジ大学、まあ、いろいろなカレッジある中で、ビジネススクール、ここで学ぶことになりますね。こういった建物。で、これまた別の、ケンブリッジ大学、ケンブリッジの街をこう歩いていると、これがキングスカレッジというところ。左側にあるところ。で、これ正面にあるのが、これ確かトリニティカレッジという名前のですね、また別の、ケンブリッジ大学の中、同じなんですけど、別のカレッジという形になりますね。本当に綺麗ですね。本当に学生の街、大学の街ですよ。これが、ケンブリッジ大学の中では一番有名なショットがこれですね。このキングスカレッジのこの教会ですかね。この建物が一番まあ有名で、よく写真にも出てくる、ケンブリッジ大学の写真として出てくるのが、まあ、こちらですね。キングスカレッジですね。で、これは近くのマーケットです。これはですね、ケンブリッジ大学の、を流、ケンブリッジの街を流れるですね、川、ケム川って言ったかな。で、そこにこうブリッジがいっぱいかかっているので、ケンブリッジっていうらしいんですね、街の名前。で、これカヌーですね、これ乗ってきましたよ。観光ですよね、ほとんどね。こんな感じで。で、アナムナイカヌーとかなんかそんな名前で、クルーズだかな。ケンブリッジ大学の卒業生がですね、いろいろこう、大学の話をしながら、大学の紹介をしながら、1時間ぐらい回ってくれるツアーでしたね。こんな感じ。これ先ほどのキングスカレッジのこれ、裏側ですね、逆側。クイーンズカレッジかな、これが。また別の。キングスカレッジとクイーンズカレッジがこうあるんです。で、こういった建物があって、っていうような、これが、はい。これトリニティカレッジのですね。というようなのが、これが今度、ケンブリッジ大学という形になります。はい。じゃあ次はですね、シンガポール行きましょうかね。シンガポール。シンガポールはですね、まあ、いろいろありますけれども、まず特徴としてあれですよね。マリーナベイズサン。非常に有名なホテルになりますね。ホテル。上がこれ、プールになってるんですね。宿泊客だけ、入ることができるプールがあると。で、その向かいに、ま、あの、マーライオンがあるというところ。ここが、まあ、シンガポールの本当に中心地なんですけれども、ここから実は、まあ、1時間ぐらいかけていくんですけどね、ナイアン理工大学というのがあります。街中1時間ぐらいかけていく郊外にあって、すごい広いキャンパスの中にあるというような感じですね。で、このナイアン理工大学の特徴としてはですね、非常に建物が、建築物が実はすごく有名なんですね。非常にこう奇抜な建築ということで有名で、まあ、シンガポールのこう観光名所での一つでもあります。で、これがですね、ナイアン理工大学の、これは美術、アートの学生が学んでいる校舎になりまして、
これも非常に特徴的ですね、建築として。屋根がこう芝生になっているという感じで、非常に有名ですね。一つの、ナイアンを特徴、ナイアンの、ランドマーク的な存在の、ところでもあります。こういったもの。ここはあれですかね、先ほどご紹介してましたランキングで2018年ではアジアで1位ですからね。非常にこう、レベルの高いトップクラスの、大学ですね。世界でも11位ですから。で、これもう中はもうバスで移動する形ですね。キャンパス内。非常に広いですから。しかも暑いですから。歩いて回るのも大変です。で、こちらも同じようにナイヤですね。特徴になりますね。ここで、学生はこう学ぶというような形になります。向かいの、学食。こういったものを耐えました。これがナイアンビジネススクールのところですね。こんな感じのスクール、ナイアンビジネススクールの建物があるというようなところですね。で、先ほどのこちらの建物が、こちらの建物がヘイブという名前のところで、その中がですね、どうなってるかっていうと、まあ本当にこんな形で、こう、小さい教室がこういっぱいあるような感じ。ここでこう自習したり、グループワークしたり、あとはチュータリングとか、やったりすることになると思います。非常に面白いですね、この建物。ということで、はい、こちらがナイアンですね。ナイアン。それからちょっともう一個見てみましょうかね。あんまり、ないんですか。シンガポール国立大学ですね。NUS という形。これもですね、先ほどのナイアン同様、シンガポールの郊外に広いキャンパスを持っているという形になりますね。マーライオンのところが、シティセンターだとすると、そこからどれぐらい、ドアトゥードアだと、40分から50分ぐらいかかるかなというようなところになります。ここはユニバーシティタウンと呼ばれるところで、寮であったり、スーパーがあったりですね、するようなところですね。校舎というわけではなくて。これがまた、これは校舎ですね。これは寮ですかね。ここがですね、ビジネスを勉強する学生が、建物になりますね。ビジネス棟はこちら。これ中に入ると非常に近代的な建物で、中に入るとこう吹き抜けになっていて、1階のここでこうみんな皆さんこうグループワークしたりとか、打ち合わせしたりとかしてですね、この2階、3階、4階とか5階まで、ここで、レクチャーを受けるというような形になります。というのが、はい、これが、シンガポール2個ちょっとご紹介しました。次はですね、どこにしましょうかね。香港行きましょうか。香港。特に香港とかシンガポールとか近いので、もしアジアで目指されているという方がいればですね、ぜひこう行ってみるのいいかなと思いますね。旅行がてら。香港大学はもうわかりやすくてですね、香港の、駅、電車があってですね、香港大学という名前の駅があるので、そこに降りると、香港大学があるという形で、非常に、行くのは簡単ですね。で、駅降りると、こうやってこう、キャンパスにこう行くわけなんですけどもね、本当に街の中にあるというか、そんな感じになりますね。日本の大学にちょっと似てるかもしれないですね。同じアジアということで。香港大学。こんな感じで。ライブラリー、メインライブラリーって書いてありますね。はい。で、これが先ほど、香港大学が見た外の風景ということで、香港らしい建物がいっぱい並んでますよというような感じですね。
ちょっと、まあ、中入ってみたりして。こんな感じですね。これが、もう駅の前のところですね。で、こう学生さんが、朝、毎朝、こういうふうにこう通うというような感じで、香港大学。っていうような感じですね。それからですね、香港科技大学。香港科技大学はですね、まだできたばっかりの新しい、できたばっかりというか、まあ、25周年ですかね。まあ、非常に新しい大学なんですけれども、非常に有名ですね。特に MBA、ビジネスの分野では非常に強くて、世界的にも非常にこう有名な、大学です。特にビジネスについては。こんな感じ。ここがですね、ビジネス学ぶ学生が、通うところ、商学院になりますね。ビジネススクールになります。これ、中はまあこんな感じですよ、というような感じですね。学食、食べましたね。まあ、私ですね、まあ、いろんな世界のいろんなこう大学をこう回っていますけれども、なるべくですね、そこの学食を食べるようにしてるんですね。まあ、学生の、こう、学生生活どんなものかなっていうようなことをこう体験することもできますし、まあ、そこで食べながらですね、学生観察というか、まあ、どういったような人たち、国籍とか、年齢とか、あと、まあそうですね。そういったとこを見ながら食べるのも、まあ面白かったりしますので、そういったものを見てますね。で、香港だと、これ、やっぱりアジアは、こう、健康的な食品が多いですかね。アジア、まあ日本料理もそうありますし、野菜も多いし、まあ安いし、といって。欧米だとですね、まあもちろん、アジアンフードはあるんですけれども、まあ、ハンバーガーとか、なんかね、そういったものがメインになって、なんかちょっとこう、健康を考えると、ずっとそこでは食べてられないなっていうような感じもしますけど。で、香港だとこうやって、こう、紅茶がよく出ますね、やっぱり。というようなものですね。あとは、オーストラリア見てみましょうかね。最後、オーストラリア。シドニー。ちょっとこれ1枚しかないんですけども、シドニー工科大学になります。まあ、ここも非常に有名ですね。シドニー工科大学。シドニーの、まあ、街中から徒歩で20分、30分ぐらい。まあ、電車で15分ぐらいですか。のところにあります。シティ型の。都市型の大学になりますね。大きなキャンパスがあるというよりは、こういったこうビルがあって、まあ、そこにこう入っているというようなものになります。これ、まあ、これは全部ですけどね、工科大学のものになりますけれども。はい。ちょっと待ってくださいね。それで、さっきのところから徒歩10分ぐらい行くとですね、シドニー大学があります。シドニー大学は、オーストラリアで一番古い大学で、一番こう有名な大学ですね。シドニー大学は、まあ、先ほどの工科大学と違って大きなキャンパスがあって、その中でこう学生がこう行き来しているという感じ。まあ、最初にちょっとお見せした UCLA みたいな感じですかね。こういった感じです。非常にこう綺麗ですよね。本当にこうヨーロッパ風というか、そんなこう、威風堂々たる建物というような感じがしますけれども、非常に綺麗な建物ですね、シドニー大学、いいですね。これがビジネススクールですね、ビジネスの学生が学ぶところになります。はい、こんな感じで、シドニー大学ですね。なんかこんな、ここもですね、実は大学ですね、シドニー大学なんですね。
トップクラスの、なんかが、大学とは思えないですけど、なんかこんなところもありました。大学の中です。で、こういった感じ。はい。それから同じくシドニーで、ニューサウスウェールズ大学。ここもすごく有名です。シドニー大学と並ぶ、非常にオーストラリアを代表する大学の一つですね。これもシドニーにありますね。シドニー、ニューサウスウェールズ大学。こちらどちらかというと近代的な感じですね。シドニー大学と違って。特にビジネススクールが有名なんですね。MBA でもトップクラスですから。これが、ビジネススクールの建物ですね。こんな感じ。で、フィールドでこういうクリケットやってました。オーストラリアの大学行くとですね、大体フィールドあるところは、なんかこうやって皆さん、やってますよ。クリケット。ルールわかんないですけど、私。オーストラリアに私、まあ、合計で今まで3年近くいて、ぜひ行ってみたいなと、見に行きたいなと思うんですけれども、なかなかそういった機会もなくて、行ってないんですね。はい、ニューサウスウェールズ、こんな感じですね。これランドマークになっているところ、まあ、こんな感じです。ちょっと待ってください。こんな感じですね。はい、そうしました。最後ですね、こちら、メルボルン大学、こちらで最後にしたいと思います。メルボルン大学も、非常に有名ですね。オーストラリア代表する大学の一つです。あんま取ってないですけどね。ちょっと待ってくださいね。こんな、メルボルン大学ウェルカム。そうですね。入り口こんな感じの、ところですね。メルボルンから歩いて20分ぐらいですか。メルボルンのシティセンターから。こんな感じのところですね。で、こんな感じで。ああ、すごい綺麗ですね。こんなところでこう。学びたい、勉強したいですね。で、勉強して、ちょっと疲れたら散歩するみたいな感じ。いいですね。天気もいいですからね、オーストラリアは。カリフォルニアみたいな天気だと思いますよ。冬は寒すぎず、夏はまあ暑いですけどね。まあカラッとしてますね。まあ特にメルボルンとかは。こんな感じで。こういったとこ歩きたいと思いませんか？留学して。絶対いい思い出になりますからね。やっぱ一緒に一度、まあ一度っていうわけじゃないですけどね、二度も三度もやる人いますが、一つの、こう、ね、人生を変える、こう、きっかけとして、時間と、費用を投資してですね、実際こういったこうところで生活してみるというのも非常にいい重要なことじゃないかなと思いますよ。ね、こんな感じで。というような感じで、あとは最後、メルボルンの、MBA とか、ビジネスを提供している、ビジネスとこちらですね。これ、まあ、先ほど近く、隣にありますけどね、こんな感じで、テキストじゃなくて、案内をもらったりして、こんな感じですね。はい。ということで、まあ、このように、まあ、私もいろいろな、こう、スクールを、こう、まあ、これからもいっぱい見ていきたいというふうに思ってます。皆さんもですね、ぜひ、こういった形で、まあ、キャンパスビジットできなくても、今、まあ、どうです。まあ、できた方がいいですけれども、まあ、
例えば Google マップで見たりとか、ウェブでもまあどんな感じなのかなと、まあ、写真だけだったら見ることできますけどね、雰囲気は、まあ、味わうのは難しいかもしれないですけど、まあ、写真でどういったところなのかなというふうになんとなくこうイメージつかむことができると思いますので、まあ、こういったもので、まあ、スクールを調べるというだけじゃなくて、こういったことを見ることによって、まあ、一つモチベーションになると思うんですね。絶対に諦めないぞというような、やっぱり留学したいなと思っていて諦めてしまう人、一つ一番大きな原因としてはですね、やっぱり TOEFL とか IELTS でやっぱ英語のスコアが出せないと、それで諦めてしまう人が一番多いんじゃないかなというふうに思うんですね。まあ精神的にも大変だと思いますし、まあ、決して受験料も安いもんじゃないですからね。そこでへこたれてしまうのか、もしくは頑張って留学を実現するのかというところ、非常にモチベーションが大切になると思います。You Tonight Lounge でもですね、まあ、お互いにこう励まし合って、誰一人ドロップアウトすることなく、留学できるようにこう皆さん一生懸命頑張って、まあ、そういった仲間と一緒にこう歩むっていうのも非常に重要なんですけれども、モチベーション上げる方法の一つですね。それからこのように、大学の写真とか、そういったものをこう見てですね、いつか自分もここで学生としてこう、ね、行きたいというような気持ちになることも非常に大切です。やっぱりモチベーションを維持するっていうのは本当に大切なので、まあ、このようなものですね、英語の勉強に使えたりだとかしたときはこう見るといいかなというふうに思います。はい。ということで、今回はですね、以上にしたいと思います。また次回ですね、動画撮りますので、よろしくお願いします。それでは、皆さん、お疲れ様でした。